K2 の南南東リブルートの取り付けに向かう道です。まっすぐ行った先に右側に氷河がありますけど、氷河を越えて左側に行くとアブルッツィノーマルルートです。僕たちはその手前の斜面を左上に上がっていきます。ここがヒメックスのベースキャンプになります。南南東リブの取り付けにいます。もうすぐフィックスのスタート地点です。キャンパーに着きました。向こう側にベースキャンプが見えます。Sergey, how are you feeling?今キャンプ1からキャンプ2に向かっているところです。もうすぐキャンプ2に着くところです。ベースキャンプ今 K2 のキャンプ2に着きました。テントが3張り、下に3張りあります。これはブロードピーク。6400m、ひどい状態です。隣にいるのはレネ。 How are you doing? Yeah, okay. Okay. Nice cup of tea. 今キャンプ2からキャンプ3に向かっているところです。向こうにベースキャンプがあります。 Albert、ここがキャンプ3。今日は2015年の7月24日今午前10時半です。もう日本を出て1ヶ月半ぐらい経ちまして、登山も大詰めを迎えてます。最終の順応も終えてね、準備は今整っていて、あとはもう登るだけですね。天気が
2、3日こう好天が続く、日を今ずっと待っているところで、まああと、何日かしたらきっと上に上がれるんじゃないかなと思います。後ろにはね、久々に K2 が綺麗に顔を出してます。2015年7月26日、パキスタンのカラチ時間の1時半ですね。今ブロードピークのキャンプ2にいます。標高は6200メーターぐらいで、こっちにキャンプ3があります。ここをずっと上上がっていくとキャンプ3です。果たして頂上に行けるか。雪とか氷とかいろんなものが降ってきて、明日出発できるかちょっと分かんないんですけど、こういう状態です。今日の夜12時に起きて1時か2時ぐらいに、サミットプッシュに行きます。夜の7時ですけど、すごい天気が良くなって夕日が見えてます。標高7000メーター、カラコルムの山がたくさん見えてます。
有备单当然就是有备位置才是有备单位没错啊等你来当山就一档二十档嗯I'm not afraid, eh? I'm happy.